ひわだぶき厳の作業、苗通寺のひわ採取作業見学会にて、吹き替えたばかりの苗通寺見栄等の屋根。ひわだきとは、屋根吹き手法の一つで、ひのきの樹皮を用いて施行する。日本古来の歴史的な手法であるが、日本国外には類を見ない。文化財を含む、古い建物の屋根でひわだきを見ることができる。 樹齢70年以上の十分な、木系のあるヒの木の立ち木から剥いた皮を成形した、ヒワダを用いる。樹皮を剥ぎ取る際には、甘皮、絹皮を傷つけず残すことで、樹木に影響なく、材料を入手する。樹皮は10年ほどで再び剥ぎ取れるまで回復するが、再び採取された樹皮はより厚みを増すなど、初回の樹皮よりも品質が良いとされる。樹皮の採取は、 水分量の多い4月から7月を避けて行われる。これらの職人を原皮師と呼ぶが、後継者不足が問題となっている。また採取する日の着も長年の監修や山主の行為などにより確保されているに過ぎず、山主の代替わりなどを機に、伐採や原皮師の出入り差し止めなどの憂いが絶えないとされる。採取された日和田は、日和田武器師によって材料として加工されるが、 この工程を、こしらえと呼ぶ。こしらえは、ひわだ武器師の作業のおよそ3、4に相当する。まずひわだを、長さ75センチメートル、幅15センチメートルほどに整え、厚みも揃える。さらに使用する部位に合わせ、数十種類ある形状に成形する。まず屋根を厚く見せるため、軒先にひわだを積み重ねて高さ数十センチメートルの、軒付けを作る。 吹き足は1 2センチメートルを基本とし、左右のひわだを6ミリメートルずつ重ねて吹き上げる。ひわだを5枚重ねたら2センチメートル程度の間隔で竹釘を打ち固定する。こうして吹いた屋根は厚さ1 0トル程度になり、30から35年程度の対応年数がある。668年に総福寺書道がひわだで吹かれていた記録が最古のものである。 しかしながらそれ以前から技術としては存在したと思われる。当時の技術は確かではないが、現在のように竹釘で止めずに、お支援で上から押さえつけて固定し、吹き材の量もずっと少なく半分以下であったと考えられる。飛鳥時代より寺院の建築技術の一つとして瓦原武器が伝来し、寺院の建物の多くは瓦原武器が用いられたが、ひ和田武器は 付属的な建物の屋根に用いられた。また、奈良時代、平安時代では公的な建築物が河原吹きだったのに対し、私的な建築物では、ひわだ吹きが用いられた。例えば朝廷の公的な儀式の場である大極殿は河原吹きであったが、天皇の指定である四神殿や清涼殿はひわだ吹きである。また、平安時代以降の貴族の指定である神殿づくりも、 ひ和田武きである。伝来当初は、河原ぶきがより格式の高い技法であったが、平安時代以降は、国風文化の影響もあり、ひ和田武きが屋根吹き工法の中で、最も格式の高い技法となった。平安時代中期以降は、公的儀式の場も河原ぶきの大極殿から、ひ和田武きの指神殿に移動している。現在残る技法は、鎌倉時代以降に原型が成立したものと、 考えられている。ひわだぶきの地王院を大型叩け最近の春光令。和歌山電鉄岸川線、岸駅駅舎2010年。ありがとうございます。